こんにちは、マキバジンです。とうとうやってまいりました、キャンピングカーです。この車を使って、日本全国あちこちに行ってみたいと思います。ただ行くところっていうのは僕が選ぶんではなくて、実はくじ引きを引いて選ぶような形になります。県庁に行ってその県を制覇という形なんですけど、その周りの B 級スポットだとか B 級グルメをですね、ツイキャスを使っていろんな情報を集めて、訪れてみたいと思います。ということで第1回目のくじ引きはなんとうちの嫁さんが引くことになります。では板金屋の方に行ってみたいと思います。さあそれでは実際にくじ引きをして行き先を決めたいと思います。ではすいません、ママさんよろしくお願いいたします。さあ何が出るかな、僕はどこへ飛ばされていくんでしょうか。どこがいい、ね、どこが行きたい。東京。東京。東京。じゃあ九州を。なんだって九州、遠いじゃないかよ。何が出るかな。ちょっとじゃん、どこ。高知。高知。高知、四国だろ。四国、いきなり四国行くことになりました。では、39番高知へ行ってきます。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。明日帰ってきてね。で、無理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 、これから高知までじゃあ行ってきます。どこどこ。さあ戻ってまいりました。なんと一発目から四国です。高知です。うわー遠い。でもまあそんなことも言ってられないので、これからスタートしてみたいと思います。車の方はですね、日産のアトラス、3000のディーゼルターボという形になります。今回スポンサーさんがついているので、こちら JP ポップ TV さん、そしてキャストレードさんに僕はこのキャンピングカーをお借りして日本全国旅をしてみたいと思います。それでは行きますか。走行中は随時、ツイキャストで生放送してます。それから、向こう現地に行った時にはですね、ぜひリア突をしていただいてくじ引きを引いてください。次の行き先を決めてね。では行ってきます。東京出発して約270キロ。今、浜名湖のサービスエリアにいるんですけども、もう夜明けになりました。やっとここまで来ました。まだまだね、高知までの道のりは長いんですけれども、頑張っていきたいと思います。ちょっと浜名湖を見てみようか。いやー、浜名湖すげー綺麗。ここから、ほらー、ちょっと見えるかなー。僕のハゲ頭？あ、じゃなくて。こっち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 でね、この辺でまだね月も出てるの。いやーいいね、吐く息白いけど綺麗、すごい眺めが良くて綺麗です。ということで、これからまだまだあと500キロぐらい走んなきゃいけませんけども、ここでねちょっと2時間ぐらい仮眠してからまた走り始めたいと思います。安全運転で行ってきますので、ぜひツイキャス、ご覧ください。ではまた。